FNS 歌謡祭 2007FNS 歌謡祭 2007FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2007年12月5日19時23時18分に生放送に録画放送された通算36回目の FNS 歌謡祭スマップがトップバッターで弾丸ファイター大鳥でクリスマスナイトを披露クリスマスナイトはシングル 弾丸ファイターの B 面であり、A 面と B 面をトップバッターと大鳥でそれぞれ披露する形となった。なお、クリスマスナイトはテレビ初披露であった。司会の黒木瞳がかつて在籍していた宝塚歌劇団が初出演し、黒木と共演でスミレの花咲く頃で披露した。また、宝塚歌劇団は秋川正史と共演で千の風になっても披露した。 月9、ガリレオの共演者である、柴崎公と、福山雅春で結成されたユニット公が、テレビ初出演となった。なお、柴崎は、年末音楽番組の出演自体が初めてである。ジャニーズ事務所からは、スマップ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐、ニュース、ヘイ、セイ、ジャンプの7組が出演した。また、ヘイ、セイ、ジャンプは当番組初出演となった。 なお、過去に TM ネットワーク、H ジャングルウィズ T、グローブとして各グループでの出演経験はあるが、小室哲也がソロでは初めて FNS 歌謡祭の出演となった。ありがとうございます。